鏡は僕の生涯の恋人です。クライマックス直前、二人が姿を消しただと。驚きの急展開。鏡なの？アドリアン。王女はその国で謙虚な仕立て屋と恋に落ちた。お前から片付けてやる。やめろ。衝撃の真実が明らかに。まさかこれって。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール新エピソード、14日日曜日夕方6時30分。今日何をやるか決めたぞ。イエーイ。15日から平日は人気作品が朝から夜まで楽しめるディズニーチャンネルの夏休み。ついてきて。さすがだマイレディ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールや、お待たせしました、参りましたイルマくん、やった、そしてブルーイなど目が離せない。じゃあねビンゴ。詳しくは公式サイトで。ディズニーチャンネルムービー。あのいたずら好きのピーターが。ピーター、僕は悪い子だと思われてる、だから悪になる。悪い子に。俺はバナバス。悪い仲間と出会って僕たち何でもやれるんだぜ。一体どうなっちゃうの。自分がどんなやつかは自分で決める。ピーターラビット2バーナバスの誘惑、13日土曜日夜8時30分、ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよディズニーチャンネル。この後は魔法と音楽で仲間と共に世界を救え。クリスタルロックストラ、アイドルプリンセスロリロック。ディズニーチャンネル、まだまだ続くよディズニーチャンネル。なんでこんなことになったんだろう。ミラキュラスの新作がクライマックスに向けて毎月登場。泣いたりしない。7月は13日と14日の週末、まずは26話を一挙放送。ミラキュラスをよこすんだ。キャットブランやフェリックスが登場するエピソードなどを振り返ろう。ラスト14日の夕方6時30分からは新エピソード。アドリアンがロンドンから消えた。どこにいる。マリネットが見たものとは。アドリアン。やめろ。衝撃の真実が明らかに。まさかこれって。毎月新作、7月のミラキュラスウィークエンド、13日と14日の週末昼12時から。島の命が消えかけてる。彼女は海に選ばれたプリンセス。何をやるべきなのか。私はモトゥヌイのモアナ。空と海が出会う道を見つけるんだよお姫様。輝く波を信じて心のままに行け。モアナ。モアナと伝説の海、14日日曜日夜7時、ディズニーチャンネルムービー。イルマくん。お人よしの少年がなんと孫になってくれないか。え、悪魔の孫になっちゃった。夢じゃない。悪魔学校で巻き起こる武術でねじ伏せるのみ。悪夢のような。やめて。はちゃめちゃ学園生活。参りましたイルマ様。すっごく狙ってる。参りましたイルマくん、月曜日から金曜日夕方4時30分。悪い人たちをやっつける正義の味方、スーパーパワーで世界を救う。よし、噂のコンビ。私たちに任せて。そう、その名はハムスター。ハムスターって増えてるさ。誰にも負けないと思うよ。強くて可愛いだけじゃない。そう、カルはハムスター。喋るハムスターだぞ。ハムスターとグレーテル、ディズニーチャンネルで放送中。放送スケジュールは公式サイトで。この後は方法は一つしかない。ミラキュラスをあの娘に会いに行ったに違いない。たっぷり楽しもう。アドリアン。毎月新作、7月のミラキュラスウィークエンド、ディズニーチャンネル。